はい、というわけでね、宿の方に到着いたしましたので、ルームツアーの方を早速やっていきたいと思います。イエーイ素晴らしい。ルイチュー、早速のお家、家が嫌なの？ここがいいの、ところ家が、こんな家が良かった、好き、ユキの車買った。あ、そうだね、うん、セブンで、うん、セブンでくじ引いたな。うん、当たった。今のこの車、うん、この悪の車だ。いや、見ていってください。はい、まいちゃんはもうね、うん、先に入ってるんですけど、うん、僕はまだ見てないので、楽しみです今年はね、まいが全部考える係だったからね。そうです、そうでございます。今年はまいちゃんが担当なので、うん、僕は何も知りませんとても楽しみです。うん、ここはどこか分かりますか？ちなみに長野県ですね。ああ、なんで分かった？いや、さすがに分かるでしょ。え、分かる？看板とか見てた？見てる。ああ、さすがに分かる。はい、そして開けたいと思います。はい、じゃあ開けてください。オープン。目をつぶってください。え、分かった。はい、扉を開けたで、オープン。もういいの？来て。お、おお、広いですね。広いよね。広い広い。何畳だろう。そし、テッドを見てください。10畳です。うん、すごい来たぜ。面白くない？ああ、もう身長が高すぎて引っかかっちゃうな、これ。はーい。はーいじゃない。おー、いた。だる。え、これ開かないけど鏡じゃないの、これ。なんか、これ開けたい。え、聞いて、聞いて。あれ、え、開いてたタイツ。鏡の前で。で、こちらですね、次は。開けるときは、目をつぶってください。はい、3、2、1、5、オープン。おー、あ、いいね、この空間はめっちゃいいです。旅館のこういうスペースよくない？え、好き。ログのが好きなんだよね。うん、そうだね。いいよ、ここ、はい、最高。ここで夜くつろごうね。いいよ、お風呂入ったらな。お風呂ね。オープンするよ。早い早い。オープン。はい、洗面所を見ました。これから開けて、手をつぶってみてください。どうぞ。お、いいね。え、すごい。温泉です。温泉、うん、入ってんだよ、入ってる。あ、いいね。いいっしょ。部屋で温泉入るの、うん、いいね。壁も全部木張りになっている。お風呂もね、浴槽が木です。木でできてる。味があっていいね。さすが。もうちょっとしたらね、ご飯の時間だから。うん、ご飯食べに行こう。旅館といえばね、ご飯が楽しみだから。うん、すごい、もうちょっと待ってます。これは絶対美味しいから、ね。うん、あ、もうちょっと楽しみだ。ありがとう。うん、最高。何してるの？ありがとう。もうすでに最高のサプライズだよ。ハグしよう。ハグ、うん、これ握手だよ。え、最高。なんか言ってよ。ねえ、自分で記念がいいんでちゅか。はい、赤ちゃんなんでちゅか。赤ちゃんを着せてあげましょうね。はい、おいで。時代劇の人みたいなのが、これ。ありがとう、ママ。時代劇みたい、ほんと。時代劇。うん。殿。お母
殿のあ、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 お前やってあ、炭治郎がいるほらいや殿嫌だよ殿、どいてくださる嫌だよいけません、殿嫌だよ面白かった似合うめっちゃかっこいい、うん、抱っこしてあげようかイエスやったー抱っこしてくれたやったーやったーやったーだからこんなに嬉しいのかいクセ強マイちゃんに一番似合ってるよ本当？うん、やっぱ和服が似合うねトトもっと好きになった、うん、もっと好きになったすごくかっこいいよかっこいい、ね、うんかっこいいよそうだね嬉しい嬉しいございますありがとうマスカットもあるし、みかんもあるし、エビフライもあるし、チキンもある、お肉もあるし嬉しいありえないなんか減ってね、これなんだな飲んでねあらおいしい？撮ってんの？ん？今からフィルター選んでフィルターかけてくれるの？さっき撮ったらね、事故がいになった。え？よ。いいし、いい。結婚。乾杯。いただきます。はい。はい。あ、本当に可愛い。しかも美味しそう食べて。ゆきにあげよう。美味しそう。うん、どこやばい。美味しい。かわいい。どこへ行こうというのかね。本日のターゲットはこちら。うわ、寒い。朝目。朝目からいっぱい服を着るね。バタコ、バスに乗って移動するよ。一体どこに行くんだろうね、バタコは。さあさあさあ。降りてロビーに人がいると思ったぜ。何が始まるんだろうね。現在皆さんにご覧いただいているのは満天の星空の映像となっております。写真を撮ってる時にちょうど流れ星が流れたんだよね。いや、やった方が本当にそうまあね、長野県阿智村は星空が有名でね、ゴンドラに乗って星を見に行けたりするんだよ。楽しかったね。
お花買ったんやけどさ、ここ見て、ここハートやの、やばくない？かわいい。プレゼント買ったので渡していきたいと思います。あー、ドキドキする。あげる。びっくりした。え、なに？ちょっと、ありがとう。いつもありがとう。これからもよろしくね。え、めっちゃありがとう。え、こちらこそありがとう。うん、いつもありがとう。うん、え、ありがとう。大好きだよ。めっちゃ綺麗やん。うん、大好きだよ。うん、もうそういうとこは好きだよ。ありがとう。うん、でもね、うん、これはね、仲良すぎだよ。なんで？ちょっとこれ先越されちゃったね。嘘。今日は何の日だと思ってんの？結婚記念日だよ。ちょっとさ、目つぶって後ろ向いてね。いいよ、はい。いいですか？うん。もういいかい？あ、もういいよ。お待ちください。だからーケーキー。わー。そして、この花束、バラ5本です。ありがとう。ピンク最近まやちゃんハマってるから。うん、めっちゃピンク好き。可愛くない？うん、超可愛い。まあね、同じね、お花屋さんで明らかに買ってるのはね、笑ったけどね。まあ、あそこ、まあね、一番ね、あの、好きだからね。絶対それは被るなと思った。まあね、あとは同じタイミングで店に行かない。4人祈ってるけど。うん。え、でもこれ被ったの、ほら見て。ほんとだ！仲良すぎだよ。え、どうする？同じ商品だったら。それはない。絶対に被ってない。なんだろう。もらってもいい？ケーキ受け取っちゃった。ケーキ、ケーキ買ってくれたの？前買えなかったの。ケーキはボーヤと一緒に買ってきたから。愛してるよ。うん、愛してるよ。食べよう食べよう、うん、ちょっと開けたい。開封の儀しよう。開封の儀。はい。本当に一緒だね。大きさも一緒だよ。どんだけ仲良しなん？まあでもさ、365日ほぼ一緒にいるわけやん、うん、だからさ、ブームっていうのは同じタイミングで来るよね。まあね、確かに大体いつも同じの見てる。やばいって言われてるしな、うん、じゃあ先見ようかな、ママ。最近見るって一緒に見る？見よう。ケーキかよ。ケーキ大好きすぎやん。ケーキから見るじゃん。ケーキ食べたい人。ケーキから開けるか。ケーキから開けようか。懐かしい。お、いちごが動いてた。なら。いちごさん大丈夫か、まあね。こういう時もあるよね。うん。まあ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 、芸術的でいいんじゃないかな。ケーキ食べていきまーす。はーい。はい。じゃあ、ちょ。僕と結婚してください。ハーはやばくない。じゃあキュンキュンさせて、キュンキュン。大さんは僕と結婚してください。え、かっこよくって言葉わかる？わかる。あ、わかる？キュンキュンな、キュンキュン。ライセンは僕と結婚してください。絶対やると思った。本気本気。ライセンは僕と結婚してください。えいや。えいや、いいな。えいや、絶対言ったらか。一番大事です。真面目にやる気ある？真面目にやってる。これ結婚できんわ。結婚できんかもしれん。その程度の絵だったのか。え、じゃあ前がさ、前がさ、ねえ、いやいや、するよ。ほんと？はいや。いいの？いいの？いいの？ドゥーとか言って言っても大丈夫？いいよ、いつも言ってるし。い
言ってないでしょ。お馬さんに乗るじゃんか。うん、はい。結婚せい。ねえねえ、開けてよ。ないじゃない。うん。うん。じゃーん。え、かわいい。かわいい。もうすでにかわいい。似てます。うん。え、上手に結べるから大丈夫。かわいい入れ物。かわいいだろう。めっちゃかわいい。エアポッツ入れよう。エアポッツ入れな。エアポッツ入るか。ちょっといくらか。手出して。いいよ。かわいい。指輪プレゼントは嬉しすぎ。嬉しい。嬉しい。うん。ありがとう。指輪欲しかったよ。やっぱり。うん。見て。可愛くない？来世でも結婚しようね。うん。いや、その喜んでる顔見えるのが、ね、一番嬉しい。めっちゃ嬉しい。ありがとう。ちょっと照れちゃうね。そう。うん。前も開けてほしい。おう、開けていい？うん。同じ袋。ね、運命共同体。そうね。うん。意見が合うね。そうだね。お、色違うの？ね。緑でした僕は。可愛くない？うん、可愛い。じゃこれ開封しますね。うん。開けて楽しみにしておきましょうね。後で写真撮りたいから結んでくれる？いいよ。まいちゃん綺麗に結べるからさ。おお、なんかちょっとドキドキしてきたわ。本当？中わかんないのちょっとね。うん。いきますね。うん。お、違う袋になってる。かわいい。これ完全に一緒だね、色違いだけど。え？あ、なるほど。これ嬉しいわ。ピアスでした。めっちゃ嬉しい。確かにこれ俺欲しかったやつや。うん。ハチのピアス。かわいい。で、ありがとう。嬉しい。よかったね。え、だっていつもさ、お店見に行った時にさ、チロチロ見てたじゃん。うん、え、そう？え、見てたよ。よく見てるね。うん。まあ、好きな人のことやからな。すごいね。もうさすが。わかんなかった、これは。そう。つけてみてよ。うん、つけてみるわ。あ、かわいい。かわいい。うん。かわいい、似合う。似合う？うん。イケメンだね。まやちゃんのおかげでね。イケメンになったわ。いっぱい使ってね。いっぱい使うよ。ちょっと鏡で見てきていい？いいよ。早っ。うん、いいね。かわいい。うん、嬉しいよ。もう寝ようか。うん、明日朝ごはんあるでな。あ、そっか。うん、でも寂しいね。うん、終わっちゃうよ。うんだね。大丈夫、まだ来年がある。楽しみ。いや、もう来年はね、もう今日の100倍素晴らしい旅にしてあげるよ。覚悟しておきなさい。いつもこれやるけど何なの？寝ようと思います。バイビー。うん、
はい、行きますよ、またあれ。はい、いただきます。